はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクとコンビニさんですね。はい、コズミッククロームを2つです。はい、じゃあね、開けていきます。で、発送は、明日の扱いになりますので、受け取りよろしくお願いします。はい、じゃあ開けていきます。ベテランベースと RC と分けておきます。レッドソックスですね、二人。まあ、届きましたらね、まあ、いつも通り、すべての方でご確認ください。あ、ゴホっぽいやつね。バティさん。バティさんだ。はい。綺麗ですよね、これも。ルーキーさん、ブレイクマン、はい、結構なんかインサート2枚入ってるのもちょいちょいありますね。これどういうつながりだ。あ、フィリーズか。チームのつながりと、あと若手とか、そういうつながりで、二人三人になってますね。シリアル。はい。ポランコですね。これが199。はい、アルバレスルーキーですね。あ、翔平、ワン翔平。シュワバー、モレル。ラッチマンルーキー4枚ですね。まあ、出るときこうルーキー重なるんですけど、まあでも4割全体で4割ぐらいがルーキーカードっぽそうですね、負けてて。だからどうでしょうね、200人口の、まあ、70人ぐらいがルーキーなのかなっていう感じはします。60、70ぐらいかな。そう考えると結構ルーキーいるんだな。はい、チザム君。はい、ペーニャ。シリアルはまだ1ですね。あ、来た。はい、ディアスですね、ヤンディ。これが99。で、シリアル2枚目。千賀さん。はい。千賀さんもさすがですね。防御率がだいぶ上位トップランクに入ってきて。あと2パック。パリパリパックなんですよね。よいしょ。はい。ルキだ。はい。ランエリアンスですね。これはシリアルないんですけど、まあ一応箱1ってなって書いてある、記載があるリフがこれなのかなっていう感じですけど、まあ、たまに2枚とか出たりもしますね。はい。アクーニャ。で、ゴーマン。はい。2つ目です。
すいません、ルーキーショーサードベース、はい、プーホールス、はい、グリーンですね。はい、スアレスですね。そっか、シアトルだ。これが75シリですね。レッツですごかったっすもんね。はい、うん、日米野球の時来たんだっけね。え、はい、ガンナーさん。チザム君とアストロズ。シリアル。はい、マクラナハンですね。これが199。インサートはシュワバー、アッパーデック並みの、まあちょっとパリパリパック系ですね。はい、マクニールとインサートですね。ネトさん、マイケル・ハリスで半分、ルーキー4枚、あ、サインだ、ヒメネス。はい、インサートのオートが来ました。え、ね、オンカードなんですよ。全部オンカードなんですかね。まあ、だから少ないのかなっていう気もしますけどね。うん。サイン来ました。まあ、オッズとかない方が、こう、やっぱり、この間のストレンジャーシングスじゃないですけど、びっくりしますね。まあ、その方が、こう、なんか、うん、当たった感があっていいですね。はい。グリンキーとアルトゥーベ。ダルビッシュ、お、ショウヘイ来ました。結構これの大谷さんも、あ、はい、プラネタリーパシュート来ました。この色はどこだろうな。あ、サンカー太陽だ。あ、でもアクーニャですね。太陽から見た、いわゆる、距離というか、うん、8番。ザ・サンですね。はい。まあ、これも箱1じゃない。今日、初め、PB したら、5個連続、プラネタリー出て、なんだ、よく出んじゃんって。なんだ、箱1かよって、なんか思ってたんですけど。はい、ボービーシリフ案外そんなに箱1で出ないので、うん、今のところ、あ、結構やっぱレアなんだなっていうところです。ショーヘイス、いいですね。後半いいっすよ。だからサインも出てパシュートも出たから、この箱はかなりいいんじゃないですか。2箱目ね、だから重なれば重なる系で5歩、はい、ゴッホじゃないけどね。ゴッホっぽいからね。ディバース。
吉田さん、マッチョ。ワンマッチョ。はい。ということで、発見終わりました。うん、200個目がかなり優秀な感じでしたね。まあ、重なれば重なるという、はい、そういう製品の。最近、トップさんそういうの、系が多いですね。なんかね。うん。トップさんはもう、明記しないで。情報サイトにも、こう、あんまり提供しないで。オズさあ、みたいな。まあ、その方がなんか、予備知識なしで店長こう今、今日ね、開封してますけど、まあ基本的にはあまり予備知識は入れないで始め、ね、開封して、ですけど、その方がまあ、楽しいといえば楽しい感じは、店長はしますけどね。うん、結構なかなか出ましたね。大谷さんは無条件で、はい、ローダー入れちゃいますって。大谷さんベースも出てますって。はい。よいしょ。よいしょ。こうかな。はい。じゃあまずはシリアルですね。2枚2枚やりました。まあシリアルとサインとかあんまりこう、リンクはしてない感じですね。で、これは発行1かな。で、パシュートですね。はい。太陽でしたが、うん、アクニアですので、全然ありだと思います。で、大谷さんとサインが出ましたね。ヒメネス。はい。ということで。うん、はい。じゃあ、発送は明日になりますので、お受け取りよろしくお願いします。またチャレンジしてください。ありがとうございました。